VTuber のためのユニコーン保護論のテストを返却します。平均点ね、すごく低かったです。今回ね、点数が悪かった人はそのままにせずしっかり復習するように。ねえねえ、何点だった？12点だった。くそ、せっかくカブちゃんとユニコーンの勉強したのに。それ多分違うやつだな。採点ミスがあれば手を挙げてください。先生、配信中に自分以外の異性の声が入ってしまった時の適切な対処を答えなさいっていう問題の答えなんですけど、私、声の主が誰なのか正直に視聴者に説明するって回答して罰になってるんですが。当然ですね。正解は誰の声であってもパパ、弟、もしくは兄の声だと言い張るです。別解としてね、ペットの犬、猫、オウムの声も正解とします。納得いかねー。キソ、キソじゃん。私でもどけたよそれ。殴っていいか。